ここでですね、もう一人スペシャルゲストをお呼びしています。日本の芸能界きっての韓流ファン、韓国留学の経験も終わりです。もうどなたかお分かりですね。宇都宮みどりさんです。どうぞお入りください。どうぞ。宇都宮さんが大きな花束を持ってきてございました。宇都宮さん今日ありがとうございます。かすみぶくんぶくん、私ファンが来てみた。お会いできて嬉しいです。じゃあ、うつみどり、うつみみどり、私は違う。うつみさん、今日はありがとうございます。どうぞ、2000人の方にもどうぞご挨拶お願いします。みなさん、知るもの보니까정말멋져요。仕事してる時こんなドキドキしないの。こういい男で、なんかさっきハグが良かったとか言ってたんで、まあ後でね、主にだと思って。いいでしょいいでしょいいでしょ、主にだと思ってハグしなさい。あ、後でね、ハグは後で。キンキンが怒るかもしれない。まあキンキンと全然こう横の匂いが違う。どうぞお座りください。お座りください。すいません、ちょっと距離を離してしまいました。ずいぶんあなた離しちゃうね。これじゃね。聞くところによりますと、このハードスケジュールの宇都宮みどりさんがですよ、イルブキさんのドラマ毎晩ご覧になっているそうですね。皆さん、楽しみだし。思います。ありがとうございます。韓国からいろいろ取り寄せていろいろ作ってくださいました。皆さん、私が好きだったら2枚、好きな写真、ご自身が好きな写真2枚。ちょっとではこちらを贈呈していただきたいと思います。すごく大きい。이덮고자야되는데これ가면で寝ます。ぜひ ありがとうございました。それにキム・ヨンヒさんとイ・ギョンチャさんでした。どうもありがとうございます。普段ね、韓国や中国いろんなところでロケされて撮影されてるわけなんですが、そのファンの方たちの声っていうのは毎日毎日こう感じていらっしゃるんですか？とりあえずね、まだ持って飾るそうですか？어려운무지가시했으면됐네아마그런것들때문에이렇게힘든촬영에도힘을내서이렇게촬영하게되지않나요でもそういう応援があったからこそこういうきつい撮影でも楽しくやれるんじゃないかと思います。제가존재하는이유가이렇게팬분들이계시기때문에僕が今ここに存在する理由は皆さん方のようなファンの方がいらっしゃるからです。もうフライングされている方がいらっしゃいますけれども、フォトタイムに移りたいと思います。ご用意ください。まだ一応撮らないです。今時間取りますので、はい、ここからはファンの皆様がイルブキさんを写真で撮っていただけるというコーナーです。皆様から見て左の
ご自身の席からお願いいたします。あ、じゃあ、こちらの方にお越しください。